ここから直接打ってきました。もう一度、さあここは突き刺しました。東京ヴェルディ先制。佐藤涼雅です。今季12得点目。こぼれ球のところでした。まさに同じような形でしたね、はい、そうですね。ここはまあサインプレーで準備してたんでしょうね。まずここのシュートからのこぼれ球の反応早かったですよね、はい、まあ、秋田としては一つ遅れてしまいましたね、はい。ラインには新井が上がっていきますけれども、ここは江口蹴り返そうとするところ、新井前を向いている。1対1の状況。さあここはシュートに行きました。決めていきました小池。追加点東京ヴェルディ。2点目、完全にカウンター崩した形でゴールを上げました。ここで一度は奪われるんですが、ここの切り替えが早かったのと、この位置にしっかり小池選手ですか、しっかり素晴らしかったですね、はい。もう一度このプレスに行って、その江口のクリアができなかったところを詰めている、はい、ま、そうですね。グラウンダーのクロスでしたが山下には繋がらず、しかしまだボールはヴェルディ。ここから繋いで森田。さここはそのまま吸い込まれていきました。追加点ヴェルディ。粘り強くチャンスを作ってオウンゴールを誘った形、3対1。そしてここの場面もカウンター、山下中に入っていってシュート。さらに追加点東京ヴェルディ。アディショナルタイム山下、まあ、前がかりしょうがないところもあるんですが、山下しきっちりとそれを見て今季7点目ご覧いただきます。まずここのボールの奪い方も良かったですし、ここのボディフェイントですか、はい、まあ、1回目打てる体勢あったんですけども、ボディフェイントでここで1回ためを作ってコースをしっかり狙ってますね。素晴らしいボールですね、はい、東京ヴェルディはこのボールで今季最多得点の4。